朝、太宰治私は遊ぶことが何よりも好きなので、家で仕事をしていながらも、ともあり遠方より来るのをいつも密かに心待ちにしている状態で、玄関がガラッと開くと眉を潜め、口を歪めて、けれども実は胸を躍らせ、 書きかけの原稿用紙を早速取り片付けて、その客を迎える。ああ、これはお仕事中ですね。いや何そして、その客と一緒に遊びに出る。けれども、それではいつまでも何も仕事ができないので、某所に秘密の仕事部屋を設けることにしたのである。 それはどこにあるのか、家の者にも知らせていない。毎朝9時頃、私は家の者に弁当を作らせ、それを持ってその仕事部屋に出勤する。さすがにその秘密の仕事部屋には訪れてくる人もないので、私の仕事も大抵予定通りに進行する。しかし、午後の3時頃になると、 疲れても来るし、人が恋しくもなるし、遊びたくなって、頃合いのところで仕事を切り上げ、家へ帰る。帰る途中で、おでん屋などに引っかかって、深夜の帰宅になることもある。仕事部屋。しかしその部屋は、女の人の部屋なのである。その若い女の人が、朝早く、 日本橋のある銀行に出勤する。その後に私が行って、そうして四五時間、そこで仕事をして、女の人が銀行から帰ってくる前に退出する。愛人とか何とか、そんなものではない。私がその人のお母さんを知っていて、そうしてそのお母さんは、ある事情でその娘さんと別れ別れになって、 今は東北の方で暮らしているのである。そうして時たま、私に手紙をよこして、その娘の演壇について私の意見を求めたりなどして、私もその候補者の青年と会い、あれならいいお婿さんでしょう。賛成です。なんて、人角の苦労人の言いそうなことを書いて送ってやったこともあった。 しかし、今ではそのお母さんよりも娘さんの方が余計に私を信頼しているように、どうもそうらしく私には思われてきた。キクちゃん、こないだあなたの未来の旦那さんに会ったよ。そうどうでした少し気ザね。そうでしょまあ、でも、あんなところさ。 それはもう僕に比べたら、どんな男でもアホらしく見えるんだからね。我慢しな。それはそうね。娘さんは、その青年とあっさり結婚する気でいるようであった。先夜、私は大酒を飲んだ。いや、大酒を飲むのは毎夜のことであって、 何も珍しいことではないけれども、その日、仕事場からの帰りに、駅のところで久しぶりの友人と会い、早速私の馴染みのおでん屋に案内して大いに飲み、そろそろ酒が苦痛になりかけてきた時に、雑誌社の編集者が、多分ここだろうと思った、と言ってウイスキー持参で現れ、その編集者の相手をして、 またそのウイスキーを一本飲み尽くして、こりゃあもう吐くのではなかろうか。どうなるのだろう、と、自分ながら空ら恐ろしくなってきて、さすがにもうこの辺でよそうと思っても、今度は友人が、席を改めて僕にこれからおごらせてくれ、と言い出し、電車に乗って、 その友人の馴染みの小料理屋に引っ張って行かれ、そこでまた日本酒を飲み、やっとその友人、編集者の両人と別れた時には、私はもう歩けないくらいに酔っていた。止めてくれ。家まで歩いて行けそうもないんだ。このままで寝ちまうからね。頼むよ。私は、 こたつに足を突っ込み、二重回しを着たままで寝た。夜中にふと目が覚めた。真っ暗である。数秒間、私は自分のうちで寝ているような気がしていた。足を少し動かして、自分が足袋を履いているままで寝ているのに気づいて、はっとした。しまった。 いけねえ。ああ。このような経験を、私はこれまで、何百回、何千回繰り返したことか。私はうなった。お寒くありませんと、キクちゃんが、暗闇の中で言った。私と直角に、こたつに足を突っ込んで寝ているようである。いや、 寒くない。私は上半身を起こして。窓から小弁してもいいかねと言った。構いませんわ。その方が簡単でいいわ。菊ちゃんも時々やるんじゃねえか。私は立ち上がって伝統のスイッチをひねった。つかない。停電ですの。 と、キクちゃんが、小声で言った。私は手探りで、そろそろ窓の方に行き、キクちゃんの体につまずいた。キクちゃんは、じっとしていた。こりゃあ、いけねえ。と私は、独り言のようにつぶやき、やっと窓のカーテンに触って、それを排して窓を少し開け、 流水の音を立てた。菊ちゃんの机の上に、クレーブの奥方という本があったね。私はまた以前の通りに、体を横たえながら言う。あの頃の貴婦人はね、宮殿のお庭や、また廊下の階段の下の暗いところなどで、平気で小便をしたものなんだ。 窓から小便をするということも、だから本来は貴族的なことなんだ。お酒をお飲みになるんだったらありますわ。貴族は寝ながら飲むんでしょ飲みたかった。しかし飲んだら危ないと思った。いや、貴族は暗黒を厭うものだ。 元来が臆病なんだからね。暗いと怖くてダメなんだ。ろうそくがないかね。ろうそくをつけてくれたら飲んでもいい。キクちゃんは黙って起きた。そうして、ろうそくに火が点ぜられた。私はほっとした。もうこれで今夜は。 何事もしでかさずに済むと思った。どこへ置きましょう食代は高きに置けとバイブルにあるから高いところがいい。その本箱の上へどうだろうお酒はコップで。深夜の酒はコップに告げとバイブルにある。 私は嘘を言った。キクちゃんは、ニヤニヤ笑いながら、大きいコップにお酒をなみなみとついで持ってきた。まだ、もう一杯分くらいございますわ。いや、これだけでいい。私はコップを受け取って、ぐいぐい飲んで、飲み干し、仰向けに寝た。 さ、もう一眠りだ。菊ちゃんもおやすみ。菊ちゃんも仰向けに私と直角に寝て、そうしてまつげの長い大きい目をしきりにパチパチさせて眠りそうもない。私は黙って本箱の上のろうそくの炎を見た。炎は生き物のように、 伸びたり縮んだりして動いている。見ているうちに、私はふとあることに思い至り恐怖した。このろうそくは短いね。もうすぐ無くなるよ。もっと長いろうそくがないのかね。それだけですの。私は黙した。 天に祈りたい気持ちであった。あのろうそくがつきないうちに私が眠るか、またはコップ一杯の酔いが覚めてしまうか、どちらかでないと、菊ちゃんが危ない。炎はチロチロ燃えて、少しずつ、少しずつ短くなっていくけれども、私はちっとも眠くならず、またコップ酒の酔いも覚めるどころか、五体を熱くして、 ずんずん私を大胆にするばかりなのである。思わず私はため息を漏らした。旅をお脱ぎになったらなぜその方が暖かいわよ。私は言われるままに旅を脱いだ。これはもういけない。 ろうそくが消えたら、それまでだ。私は覚悟しかけた。炎は暗くなり、それから見もだえするように、左右に動いて、一瞬大きく明るくなり、それから、じじと音を立てて、みるみる小さくいじけていって、消えた。 ちらじらと夜が明けていたのである。部屋は薄明るく、もはや暗闇ではなかったのである。私は起きて帰る身支度をした。